今の子は気のせいか違うからなうぜ <laughs> そういうのいらないから。 あーフラグやなさよならさよ <laughs> ならマジでさよならいやそんなんじゃないそんなんじゃないでしょう そんなんじゃないでしょう 今のなるほど。 これは、回復薬だね。 うん、わかった。理解した。 来んのやこんなところでさあ来い来ないね。 十三回以上で死んだらやばい、あの、普通になっちゃうから。 まあ,いいまあ5回以内やったら大丈夫らしいんでとりあえず下だね。 終わった。次の第三ステージでエンド分岐です。まあ一回死んだだけなんでね。セーブができないっていうのがちょっと惜しいよね。 まあ誤解しんでも大丈夫なんでうーわ道広いな一応こういうふうにねあのー、木,木箱をね、ま、あの巻きやすいように設定してくれてるから助かるんですけど 来るかかな来ないか取った直後来ないな最後のやつだけか <laughs> そろそろ来る感じするんだけどな あのこういうふうにね人形を集めるときに、ね、人形を取って出てくるっていうパターンが今までないんですよ。これはいいや。ここ最後か。理解した。 まあここに1個あるからいいけどそろそろ来る感じすんだけどなあ,あ今のはあれか脅しかってことは来るぞこれ。 まあ、来ると思ったよふん俺的には多分 下から行かないとや,多分やばい系じゃないかあれけど結構精神削れるなこれ うん、なんとなくそんな感じがしたあら普通に言っちゃったよ。 死んだー。死んだな。二周目入ったかな 怖っ。 そろそろ来る来ないかとりあえず二周目ですねこれ来ないかラグです来い そっちからかよ、マウまあ、う,うしな。しかも、こっちじゃねえし。今のうざいな。こっちから来ると思って、こっちから来たからな。あのパターンはちょっとうざいな、と思ったまあ、まだ使わなくていいや。 多分場所はいつもさっきの一締目と同じ場所だと思われるんですが。 違うねえ結構近づかないと出てこないんだよねこれそれがちょっと怖いんですよ 多分1周目と同じやり方だと思うんで。白い。 オッケーよしおっとちょっとごめんなさいねえっとね第,第2週目ですもんですけど第2週目も第2ステージまでは一緒なんですよ実ははいまあ割り切ってたけどね はい。パターンは一緒のはずです。なんでくるかなーただし、二周目は結構のヒントで出てきます。もう恐ろしいって言ったレベルじゃないです。もうかなりのヒントで出てきます。 唯一、このね、メニュー画面を出すときに、この時は誰も出てこないんですね。まあ、それが命の、まあ、命綱みたいなもんです。この時点で3個ですね。へい <Hey! S 1> まあ、だいたい予測してましたけどね。ここは鍵しかないんで。 分かるところから順番に開けていった方が確実でしょう。これともう半分です。そろそろ出そうな感じするんだけどな。出ないか基本的に鍵がかかっているところから急にバーンって出てくることはまずないです。はい。 それはないですでここにあるんでここ最後に取った方が多分順番的には楽だとう思うんで来る来ない来ないかそうですねここまで取ったんで。 でここに箱があるんで気をつけてくださいね基本的にこういう袋こじになるようなところも基本出てこないです。あの最後に出てくるぐらいですね。そうですね。まあ仮に1回当たったくらいじゃ別に死ぬことないんで。 それは安心してください。大丈夫です。入ってます。違うここですね。で、この黒い箱を探せっていう風になったら、あのー、この黒い箱を探すようになった、この場合、この時は基本出てきません。これも。 黒い箱を探せっていう風になったら、もう一応もう黒い箱を開けるまではもう出てこないです。なんで一応ここもアンチな,じょアンチな、まあ、ょ状態、じゃあ動体です。はい。なんでこの間に逃走ルートを確認しておくのが一番おすすめします。はい。たこっちの方からこう行って、で、ここを通らないとですね。ここはあの、あれなんで鍵閉まってるのか知らないですけど、とりあえずこう行って、こう行って、で、そのまま右行って、で、ここの鍵を開けるという。 ルートです。はい。上からのルートは、あの、床が落ちて、行き止まりになってしまうので、気をつけてください。では、第2ステージをクリアしに行きましょう。はい。この部屋か,がこっちかな、こっちかなこっちか、こっちかの部屋で出てきますんでね。じゃあ、始めましょう。来いやー。パターン知ってるからねー。 えー、今回この道違うのマジマジか。違うのかここのじゃないのかじゃあ、ここかで。結構このね、人形ね、実はね、AI はバカなんで、こんな風に引っかかってくれます。これね、ウディターの性能上なんか知らないんですけど、 結構ね、あの、AI が弱いんですよ。はい、こっちですね。痛い,い。で、ステージを引き継いで体力が残る。例えば今最後、残り3だったじゃないですか。で、次のステージがそのまま3年出てくるわけじゃなくて、ステージはステージごとに、あの、体力はマックスになってるんです。ほら、こんな感じでマックスになってるんで、 とりあえず、このステージをクリアすれば、ステージを、その1ステージをクリアすれば、とりあえず全開しますってことです。なんで安心してください。問題は、次の、この3ステージ目で、ここで黒い鍵を探してダメなんですよで。ここで白い鍵を探さないとダメらしいんです。はっきりとよくわかんないんですが、 あまりこれ話し込んでってると、ちょっと、あの、不意打ち食らう可能性があるんで、ちょっと集中しますけど。しかし、体力が全開しているときは、あの、アイテム取れないっていうのはまだ友情ですね。無駄にアイテムを取ることがないし、鍵と思って、まあ、鍵ってト鍵と,鍵とは一応、このアイテム違いますからね。回復予約は、アイテムのあの、シンボルが違うんで、ま 様に違うっていうか、まあ、普通に違うんで、すぐ分かると思うんですけど、誤って間違って、誤って取ることがないっていうふうに、まあしてくれるっていうのは、まあ、まだこの作者さんの友情なところなのかなと思います。はい。それだけですね。オッチでーす。こんなところで吹いてきたら怖いからね。来る来ないか来ないね。来るんかい <laughs> はい、こっち来。 こっちこっちこんな感じで、もうね、適当の無こが2、二3歩くらいの余裕じゃないんで、やっと初めて出てくるような感じなんですよ。このゲーム、ほんとうちょっとね、それがね、もう、気悪いところしか出てこないっていうか。鍵ですね。来ないですね。一応ここに鍵があります。 で、これは箱でこれ、これは白い箱なんですよ。死ぬポケー。まあ。ごめんね、今普通に死ぬポケーって言ってたね。ごめんね。<laughs> 割とちょっと今、切れそうになったんだけどね。 こんな感じで一回ね、ちょっと止ま、一度止まってみることを進勧めします。てか、止まらないとわかんない。ここなかったね。一応、マップ自体は特にね、それぞれに中なんかあの、こんなところで、急に人気、店の、偽物の人気が置いてあるとか、そういうのはまあ、しないんで、シンプルにないんで、助かるんですが、 あと、回復薬も地味にちょっとね、置いてある、置いてくれてるのがまあ助かりますね。非常に。はい。ね。こういう袋こじになるところは基本出てこないです。まあ先ほども言った通りですが。 なんやかいでもあともう3つ目ですからねでクラここで1回出てくると思うんでちょっとここでちょっとフェイントかましますね出ないですね出ますか出ますか出ないですか出ませんねはいじゃあここですね 出ますか出ませんか出ないですか出ないですね。出ますか出ませんか出ませんね。はい。出ますか出ませんか出ないですね。はい。 こっちがね、あのー、一周目の時は、あのー、右、右寄りの方ね、このマップの右寄りの方に宝箱があって、それが黒い鍵でしたよね。で、リトルエンドに行く場合は、白い箱の鍵、白い箱、白い鍵を手に入れないとダメなんですけど、一応ちょっと、それちょっとまだ僕は初見なんでまだわかんないんですが、えっと、白い鍵はこちらの方にあるんですね。一応説明しておきますね。来ないですね。 私のなりのフェイント技術をと持ってますからね。こういう通路のところでも意外とパーンって言ったのを普通にシンプルに出てくる可能性もあるんです。それだけ気をつけてくれないですけどね。あとここか。うー。ここで来るか。 で、うったっても消えるんですけどね。マップの移動で消えるわけじゃなくて、時間制限的な意味で消えるらしいんで。はい。で、これなったらもうしばらくアンチです。で、黒い鍵は調べなくていいはずです、これ。でここで一回ちょっと取っときましょう。なかあったら怖いんで。これが確か。 最初の2階では1階にせながらアキュレード前な黒いぴょうてィで使った。しかもその言葉は黒い紋章のついたものだ。うん、1階のホーム層だった。これをガゲティに使った。テゴリは今この地下にいる。でも何かずれている。そう。 来るよねやっぱりオッツですだって別に加速してくるわけじゃないからこんなにまあはい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 オッツでーすこんなふうにね敵がね見敵が見えてきますよねこれを見ながらやっていた方が実は簡単だったりするんですよ はちょっとこれは初見なんでちょっとわかんないです。ただし4回、5回目、5回以内って書いてあったんで、5回目はアウトなのかな、まあ、?5 回目がアウトだとしても今2回目なんで、まだあと2回死んでも大丈夫なんですけど。はい、大丈夫です。安心してください。 で、道はもう一応ね、あんな風に道を塞いでくれてるんで、帰って道に迷うことがないです。はい。進行妨害的な意味でね。で、さっきみたいに、このゲームちょっとね、不都合なところがあって、マップの移動すると、マップ移動したその直後に、こう、青にみたいに、あの、若干のタイムラグで、その、追っかけてくる,るやつが出てくるんじゃなくて、あの、マップ移動自分がマップ移動して、そのマップ移動した後の若干のタイムラグっていうのはほとんどないんですよ、このゲーム。 このゲームっていうか、このウディターの自体の性能、あの、仕様なのか分かんないんですけど、すぐ出てくるんですよ。あでも、アオリもウディターですから、一応ウディターでできてるんで、多分そんな、仕様っ,てやっちゃったっては仕様じゃないかなアオリも一応ウディターなんでね。ちょっとそこにだけちょっと改善してほしいんですけどね。お疲れ様でーす。またこの会話見なきゃダメなの どうぞ。こい,い、薬草。ヘイミーチャー知ってるから大丈夫よー。 はいこれでトゥルーエンドです。 実は死にません。 じゃあなんで体が動かなかったんでしょうね <laughs> これが多分ね、次の作品になるんじゃないかな。この人のゲームの制作の。一応ね、えーっと、ダーク、なんだっけ、クラウンだっけ、1作目の黒崎なんちゃっていう主人公なんですけど、それが多分つながってるんですけどね。で、3作目でおそらく次、多分新作作ってんのかな,なんか白黒で共演的な意味で出てくるんじゃないかな。 実況動画、どうなったん？<laughs> はい何か出てくるーはい何か出てくるー <laughs> そうだね 多分次の3作目でなるんだと思うんですけど、多分白崎さんとこの1作目の主人公の黒崎くんが多分共演的な意味で出てくるんじゃないかなと僕は思うんですけどね。ああこのゲームね、実はね、1時間半かかるって書いてあったんですけど、1時間かからなかったんすよ。はい。死んで2回しか死んでないけど、実質50分くらいしかかかってないっす。はい。まあ、1回、 クリアしたわけではないんですけどね。初見でやってますから。 まあ、いいんじゃないんですかね。 <laughs> はい、来ましたあれ、続くパターンかな あれまだ続くのかなあーバリコピピクセイ。 やめろー次の試練、ね、ありがとうございました。 ですそれはないそれはないさすがにそれはないめっちゃ不謹慎なこと言ってるですねはい申し訳ないっすねさっきね自動的にこれがねゲームが終わったらそのままもうチャットダウンするようになってたんですねまあそれだけなんですが ちょっとごめんねここねパスワードを入力したいんですけどちょっとここカットしますはいじゃあ一回ちょっとカットしまーすはいありがとうございます今入力したところなんでその夜俺は夢を見たなんだよあああれだね制作ばたきのあれですね あ,あ出ましたね。ホラアクション DV。ああ、うん。ゴーススクール中か、あれですね。あの、ゴーススクールじゃないわ。そう、ゴーススクールはパクリやわ。えっ、ー、と、なんだ。こううん、コ物だね。コ物系のあれだね。ただ、ウディタでいつもずっと続けてやるんで、おそらくウディタの制限上多分、その、再現は難しいと思うけどね。 しおんちゃんのあれ、自己紹介が終わってないよね？まあいや ちなみにね、あのー、何でしたっけいよいよ、って、あのー、この難易度による、あのー、あれ、ストーリーは、あのー、例えばエンティングが変わったりとか、そういうのは一切ないみたいですね。はい。いや,やったわけじゃなくて、あのー、このゲームやるときの、あの、フォルファイルに入ってたやつに、 あの、ネタバレ的なやつを読んだんですけど、あのー、ナインドにより変更はないみたいです。あの、エンティング変化はないみたいです。イージー選んだからって言って、トゥルーに行けないとか、ハードを選んだから、トゥルーの、まあ、アッシュみたいな、要するに、アナザーエンド的なところに行けるとか、要するに、ローザちゃんと仲良くなれるパターンみたいな、そういうエンドはないみたいです。 ま、今回でこれで本当に終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次のゲームであたいましょう。さようなら。